はい。で、こちらがね、そのね、なんか、これですね。ステーキみたいな、ベーコンみたいな、なんか、オークンステーキ。めっちゃうまそうなんですよ。ジューシーな感じで、めっちゃうまそうで、えー、ここにもね、結構厚切りで、厚切りなんですよ。で、こういう感じで、えー、焼いたのをね、乗せました。これとかめっちゃジューシーな感じで、うまそうじゃないですか。超厚切りベーコンか。 何かステーキかなんかわかんないけど風でめっちゃうまそう。で、まあ、下はね、普通の弁当で卵が入ってたりとか、なんか変なね、変ななんかハンバーグが入ったりとか、ちょっと、このあれだよ、上の肉は僕が別で買って焼いて乗せた肉でね、この最初から入ってるのはこのね、えー、周りのやつ、この、これとかこれとかこれとかご飯とかね、ご飯もなんかね、すごいこう、細かくなってる。 まあこういう弁当があって、まあ、この弁当、これね、なんか入ってる。わかんない。中間みたいなやつ入ってでこれに、まあ、オークン、ステーキを、まあ、乗せて、一緒に食べるっていう、えー、ことをします。うわ、めっちゃ油乗ってて、うまいな。うまいなって、うまそう。まあ、昨日食べたんでね、チーズ、チーズカルボナーラじゃなくて、チーズ、 うどん、オークン、ステーキ入り、料理食べたんですけど、まあね、うまかったっすね、昨日も。で、まあなんで僕が昨日チーズ、カルボナーラじゃなくてチーズうどんにしようと思ったかというと、まあなんとなくですね、うん、僕のなんだろうセンスというかね、カルボナーラじゃなくてこれチーズうどんの方が絶対うまいわと思って、で、あとちょっとパンチを効かせるためにこういうね、肉、濃い系の肉を入れてね、 あの、焼いたジューシーな熱々のね、えー、入れて、さらにね、香りを引き立ったと。今日はまあ弁当に乗せてるだけなんですけど、まあちょっと時間がなくてね。ということで、まあ今日は、えー、っと、あのね、まあ僕の昼ご飯っていうかね、を、えー、まあ休みの日のね、昼ご飯を簡単にね、えー、紹介しました。まあこれからもね、料理、 料理チャンネルじゃないけど、料理のね、動画はちょっとだけね、アップします。えー、もしね、えー、高評価、コメントいただける方がいたらね、えー、ぜひよろしくお願いします。まあ僕、一人暮らしのね、アラサー男性なんで、まあ、このレベルでね、えー、もう満足してますので、あの、もっと高いレベルの料理求めろとか、そんなこと言われたらね、ちょっと困るんですけど、まああの、昨日のね、えー、チーズ、うどん、 とかね。まあ、このレベルでもう満足してます。もう、この、これぐらいでね、超満足しますんで、えー、これからもね、よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。